ルアーフィッシングには日常で得ることのできない感動が詰まっている。初めて手にした一尾は手足が震えるほどの衝撃と感動を与えてくれることでしょう。さあ、感動と興奮のルアーフィッシングを始めてみましょう。今回僕自身初めてのフィールド津久井湖に来ています。分かっていることがね、季節が夏っていうだけなんですけど、まあ、本当に情報量が少ないんですが、まあ、その中でどうバスフィッシングを楽しむのか、または悪戦苦闘してしまうのかっていうのを見ていただけたらなと思います。神奈川県の北部に位置する津久井湖は都心から約1時間半で行ける人気のバスフィールド。ターゲットはブラックバス。今回はボートでのチャレンジ。広範囲に移動できるレンタルボートを使えば釣果は倍増。正木さんは初めてのレイクをどう攻略していくのか。津久井観光さん前でまずはバズベート流していきます。もうね、この辺から多分いい魚がいると思うんで、減衰傾向なんですけど、ちゃんと岸まで水が入ってるので、魚もね、それに水の増え方についていって、シャローにもいるのかなっていう予想で、今ちょっと浅いところから流していきます。バスはどこにいるのか、ルアーの使い分けに注目。もうバズベイト引くのにこのさざ波具合ってちょうどいいんですよね。意外とバズベイト強いルアーになってくるんで、その強さをさざ波でいい具合のアピール力にする。ちょっと入れるとこまで行ってみます。ちょっとあそこだけベイトが跳ねてたんで、でトップには反応しなかったから一段下げてみます。フェアリススピンベイト60、これ用のルアーをスピニングでアプローチしてみます。表層直下のルアーです。このルアーもうゆっくり巻くだけ。ベイト意識してる魚がいればもうシルエットと波動で思わず食べちゃうようなルアーですね。徐々に上流側へ移動。ボート屋さんの上流側に来ました。この辺からレアリスのスピンベイト60で流していって、目に見える良さげなカバーがあったらカバーを打っていきたいと思います。バスの姿を見たいな。石垣までやったら対岸行きます。この辺まで沖のエアレーションの水が当たってて結構いい感じなんですよね。水質的にはまだ手探りの状態。対岸に来ました。でエアレーションが当たってる岩盤の岬を、いいとこなんでライトリグで丁寧に誘ってみます。誘い方はボトムまで、つくとこまで落としてちょんちょんと、これでこのちょんちょんで気づかせてあげるイメージです。ルアーアクションもいろいろ試してみることが重要。少しでも魚からの反応があれば次につながる。ヒントが欲しい。食ったよ。そこそこいいか。おお、潜る、飛ぶ。元気いっぱいにひったくってったから、ちょっと糸がやばいかな。なんだか擦れたな。はい、ありがとう。これは上出来です。ああ、太ってますね。いっぱい餌を食べてる。
コンディションのいいバスがヒット。この1匹から様々なことがわかる。スクイコ初フィッシュ、元気いっぱいな子でした。次につなげたい。結構いい場所なので、でバイトの出方もね、結構激しく持っていくようなバイトの出方だったので、もうちょっと出るかなと思うので、少しやってもうちょっとやってみます。何だったか、まあ、やっぱ流れの当たってる岩盤だから魚は多いですよね。まあ餌も豊富だし、あとはもうちょっとやってみて続くのか、まあ、サイズが上がるのか変わらないのかっていうのを見ながら、まあ、次につなげていけたらなと。多分この岬の沖が少し張り出しになってると思うんですよね。その上で餌を食べてる感じかな。ちょっとやっぱり水がいいところ、水が動いてるところの、まあ、餌がいそうな場所には魚はいるかなっていう。コニンムシのフリーリグで、レイダウンを打ってみます。でちょっとここにくぼんでるワンドになってるとこって、こう、うちどっちもできるからいいんですよね。内側がいいのかとか、まあ、近くにある岬外側先端がいいのかとか、もし釣れれば、あ今日は内側なのかなとか、もっと流れがある外側の方が魚いるなっていうのが分かるんで、スピンベイト60、キャストして着水してすぐにゆっくり巻けば表層直下なんですけど、その下やりたい時はもうそのまま何秒か沈めてあげて、そこから巻いてくるとまた下の段も巻いてこれるんで、サーチベイトだ。わあ、すっごいちっちゃいのが20匹ぐらいいる。うわ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 、すごい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 、これはこれで面白い。釣れるヒントは少しずつ積み重なってきたが、魚のキャッチには至らない。クローラーの 4.8 インチで岬に絡んでるカバーを打ちます。なんか来てた。何か反応があったようだ。岩の下のシェードにいたな。送った。うわ、離された。サイズは分からないけど、一応横の動きで反応するかどうか。スピンベイト、元気いっぱいです、元気いっぱいです、元気いっぱいです。あー、バレた。元気いっぱいな子で、あの子でしたね。少し沖はスピンベイト90。魚はバラしてしまったが、ルアーに反応したのはいいサイン。食ったか。食った。うわー、バレた。ふわー、バレちった。いいサイズだった。いっぱいいます。とりあえず3匹確認中です。1匹食ってくれ。小さい方が35ぐらい。ワームで直撃、ビーグルの 4.8 インチ。こんだけ風吹いてるから食いそうだけど、はい、今下ってきて流れの当たる岩盤の岬がね、ちょっといい感じに魚団の方もベイトボールが打ってたので、スピンベイト90で流していきます。6、7、8。食ったか。食ったよ。分かんないけど、ちょっと分からない。え、違うか。
あれ違うか、いやバスか、分からん。うわバスだ、うわバレた、嘘だろ。あと一歩、残り時間もあと1時間半を切ってきました。でボート屋さんの対岸にある、まあ、気になってたワンドにこれから入ってみたいと思います。レアリススピンベイト60で、流しながら奥に進んでいきます。雰囲気あるな、なんか。おお。初めてのツクイコ、自分の戦略に基づいてバスを探してきた。モンスターがいてくれると嬉しい。よし、わあでっかいのがついてきてる。そっちが食ってほしかったな。はい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 、よく引く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 、うわぁ、おい、はい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 、ありがとう。よく引く、いい子だったけど、こっちのがでも、楽しいね。いや気になるワンド入ってきてよかったですね。一番最奥かな、もうこれ以上行けないと思うんですけど、一番いいところにいてくれました。ありがとうございます。本当によく弾く、元気な、楽しませてくれる子でしたね。